ウィー、ウィキです。今回の動画はこちら、ウィキチャンネルレース部で大活躍中の L275 ミラと、そして今回キラマルマーク2が登場しておりますが、今回はじゃじゃーん、はい、ソフト99さんの新商品ヘッドライトリフレッシュ女神を使って、今回はこちらの2台のお目目をピカピカにしていきたいなと思います。実はウィキは NA ロードスター乗っ取って、ヘッドライトがまあガラスということもありまして、今までヘッドライトを磨いたことが一度もありません。なんかウィキのまあイメージからしたら、こうペーパーを当てて研いでみたいな工程を重ねてヘッドライトをきれいにしていくみたいなイメージがあるんやけど、今回のこの女神という商品は気軽になんか簡単に施工できるみたいなんで、初心者の私にももってこいじゃないかなと思いまして、今回レビューさせていただきたいなと思います。意外ともピカピカになったらいいねはい、それでは仕上がりもね、皆様楽しみにしていってください。それでは行ってみよう、ゴー。はい、それでは今回の女神早速開封していきたいなと思います。ヘッドライトってなんかあれですよね、こう磨くね、紙とかいっぱい用意して研いで研いで、やったことないよね中にはジョジョーン、こんな感じで、何ですかね、これはなんかふわふわの柔らかい、これは布布と、あとはこの黄色いスポンジ、これが柔らかい黄色いスポンジと、初めてなんで本当に何も分かりません、ヘッドライト磨きはい、こんな感じで、はい、硬いスポンジが入ってまして、で、あとはちょっと目薬っぽいこのボトルに入っておりますね。あ、これ2番って書いとうね。あ、1番と2番がありますね。女神のクリーナーっていうのが1番で、2番、はい、女神のコート、これが、はい、2って書いとうね。まあ、説明書はちゃんと見ながら今回施工しますが、まあ、説明書見らんでもできそうな、なんか勢いで分かりやすくね、1、2と書いてあります。はい、それでは説明書を見ながら、1、2、3、3つしか工程がありませんということは簡単なんやかね。はい、早速施工していきます。ミラ版で施工して、でその後ちょっと容量がつかめると思いますので、その後、はい、90ちゃんで、はい、試していきたいなと思います。まず女神のクリーナーをよく振り、青スポンジの黒い面に液をつけ、黄ばみや白ぼけが取れているのを確認しながら磨いてください。ということで、女神のクリーナー、これですね、女神のクリーナーをよく振って、この硬いスポンジの方ね、の黒い面に液をつけて磨いてください。悩むことはありません、磨くだけですこれ濡らさなくてそのままつけていいよね。カラスも返事してくれてます。はい、じゃあこうしてこのぐらいでいいですかね。お目目ちょっと大きいですけどね。はい、じゃあしていきます。え、出して、え、これみんなで使うミラー版なんで、ね、お目目が綺麗になるとみんなも喜んでもらえるかもしれんね。皆さん、ウィキチャンネルレース部の応援よろしくお願いしますえ、でもこれ初めての人でもこんなに綺麗にできましたってなったら、みんなも試したくなるやか、ね、世の車好き女子たちの希望になるかもしれんねあ、なんか汚れが取れていきよう気がする。あの、ちなみになかなかないと思うけど、気温が40度超えたら施工しないでくださいっていう説明文に書いてありました。40度は九州で超えたことはまだないね。真夏はせんでねっていう意味やろうね。はい、はい、第一段階です。終わりました。女神のクリーナーした方がこれで、もう片方がこっちです。はい、もうこの段階でだいぶクリーンなお耳になってきました。はい、それでは第2段階に移ります。第2段階は、女神のクリーナーをよく振り、磨き終えたら専用不織布で、これを水で濡らしてしっかりと絞って磨いた場所をきれいに拭き取ります。で、完全に乾燥させます。
じゃあお水で洗います。これを濡らします。これで拭き取りますということですね。はい、綺麗に拭き取ります。だいぶ綺麗になったくない？これだけで。わっ、結構綺麗になった。これだけで満足したらいけんのやけどね、まだよし。わっ、イラバンのお目目がじゃあこれを完全に乾燥させます。はい、それでは最終工程に移ります。女神のコートの柔らかい方の白い面全体にしっかりと染み込ませます。塗り筋が残らないよう一定方向に一度塗りで仕上げます。こうしたら次はここ線で次の列にこうやって塗っていく感じですね。あ、こうしていった方がいい。あ、なるほど。じゃあこの目薬みたいな2番を最後使っていきます。あ、透明やん、本当に目薬みたいいざ最終工程へ行きます。あ、なんかワインみたいな匂いしますね。あ、結構綺麗になっとる気がする。え、これヘッドライト何年式でしたっけ？17年。あ、待って、めっちゃ綺麗。女神やんえ、めっちゃ綺麗なんやけど。え、めっちゃ綺麗。こんな感じ。キラキラお目目になりました。はい、これで視界良好なので、はい、レースで1分早く走れるんじゃないかと思います。はい、それでは手袋もね、付属でついておりますので、まあガールのね、こうネイルとかこう手荒れとかを防止するためにね、この手袋つけて施工することを推奨しております。ということで、今からね90も、施工するんやけど、まあ、90からはね手袋つけていきます。ということで、ミラバン綺麗になりました。はい、白ボディもねより際立ってすごくお車もかっこよくなりましたということで、ヘッドライト、お目目のね、黄ばみもなくなって、はい、白さがパキッとね、はい、際立って、とってもいい仕上がりとなりました。17年前のヘッドライトがこんなに綺麗になっちゃいます。30年前のヘッドライトも綺麗になるのか、今から検証していきたいなと思います、まあ、だいたい容量はついたし、まあ、使用方法は、まあ、説明できたので、90ではね、こうちゃっちゃっちゃっと、はい、ヘッドライト綺麗にしていきたいなと思います。はい、それでは先ほどの要領で1番からやっていきます。果たして30年前のヘッドライト綺麗になるのかならないのか、どっちなんだいこうですね、見えますか？これは何色になるんですか？ターコイズ。これで OK？ あ、なんか汚れが浮き出てきた。結構汚くなってきました。90もポテンシャルあるんじゃない綺麗になるポテンシャルがあるかもしれないですね。あ、もういいかも。古い車ほどガンガンやった方がいいみたいですはい、それでは施工、第一段階、はい、終わりました。はい、キリッと綺麗なお目目になりましたよ。こっちもやっていきます。あ、結構こっち汚れてますね。で、光るところほどちょっと頑張ったらいい。これちょっと今日暑いじゃないですか。だいぶ運動ですねこれ綺麗になってます。はい、90も施工完了しました。はい、とても30年前の車とは思えないこのヘッドライトの輝き、
見て、ターコイズとこちらのヘッドライトのクリアな眼差しが色っぽいですわね。はい、キューマルも喜んでおります。ニコ。はい、それでは今回の動画はヘッドライトリフレッシュ女神を使ってレビューさせていただきました。ということで、はい、まあ施工の時は、手荒れとかね、こうそういうのが気になる方はぜひ手袋をつけて施工していただいて、でね、1、2、3、3つのステップで簡単にこんなに車のヘッドライトが綺麗になっちゃいますね。ちょっと、ヘッドライトが黄ばんで、あ、新品買うしかないねとか、そういうのじゃなくて悩みが一つ皆さん吹っ飛びますよ、ね、17年前のヘッドライトもこんなにクリアで清いもなくなってすっきりなお目々になりまして、で、はい、もうこのね、90に至っては30年前の車です。ですが30年前の車でもね、こんなにお目々がクリアになって、はい、車もかっこよく見えちゃいます。車はね、やっぱね、ヘッドライトが綺麗やったらもうそれだけでかなり車も綺麗に見えてかっこよく見えちゃいますので、皆さんこちらの女神、こんだけ簡単で仕上がりもよくって、なんと2178円、安いということで、動画の概要欄をぜひチェックしていただいて、皆さんもお試しください。それではこの動画がいいなと思ったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。感想のコメントたくさん待ってるよ。それではまた次の動画で会いましょう。おついきでした。まったね、バイバイ。初心者にも優しい女神様の紹介でした。